まあ、今回はウィズコロナのアートとか美術館とか、まあ、そういった話をしていこうかなと思ってるんですけど、はい、でまあ、ウィズコロナ禍になって、まあ、なんか例えば自然がこう社会の中に入ってきて、まあ、この展覧会も自然がテーマだったりとかするところですけど、まあ、美術館っていろんな変容を、例えば18世紀19世紀の美術館と20世紀の美術館はおそらく違うし、21世紀の美術館スタイルも多分これをきっかけに結構変わっていくのかなと思ってるんですけど、なんかそういったこれからの美術館とかこれまでの美術館のなんか違いを長谷川先生、こう長いキャリアの中でどうか今感じられてるのかなっていうのが僕の中で最近結構聞いてみたいトピックで。もともと最初美術館は啓蒙だったじゃないですか。一定の特権者の間に持たれていた、まあ、ある意味でそのお宝っていうのをどうやってみんなに共有していく、まあ、ギャラリーで買うものから一般市民がシェアして見られる。そうですそうです。だから啓蒙普及の意味合いがあったんですけれども、皆さんのそれぞれのこう観客の発信力がやっぱりリサーチ能力とかやっぱり PC とか発達していって、自分でイメージを情報を取ってくれるようになった。そうすると発信力が高まりますよね。でそうすると自分が美術館に体験したものとそういう自分の発信力をどうやって合わせていくかということで、双方向性が生まれていくわけですよね。作品を見る体験というのが一方的なものではなくって、ある意味でコープロデュース、コープロダクションのプロセスみたいになってきた部分はすごくあると思うんですね。だから作品もそういうふうに変わってきたと思います。まあ、SNS が普及しだしてからお客さんが情報発信しだすまでって、まあ、大体2008、2009年とかから、まあ、ここ十数年は多分 SNS でお客さん発信したりする時代ですけど、逆に僕は、大体筑波万博の2年後ぐらいの生まれなので、はい、大体、まあ、僕筑波大出身で筑波メディアアート村で育ったわけなんですけど、でそうなってくるといわゆるマスメディア以降のアートっていうか、インターネットがもう始まってからのアートの世界にずっと生きてきたんで、逆に言うと80年代後半のいわゆるまだテレビがすごい強くて、いわゆる万博でジャンボトロン作ってた時代とインターネット時代のアートのやっぱり違いってどこなんですかね。80年代ってすでに情報化って始まっていて、だからいかに多様なものをまあグローバルに見ていくのかっていう、そういうところはあったと思うんですけれども、もう一方で単なるモダンの西洋的なモダンの新しさニューっていうことではなくって、ポストモダンという形で世界のあらゆる既存のイメージっていうのをパスティッシュする、あるいはアプロプリートするっていうところで、エディットっていうのが始まったじゃないですか。リミックスっていうのが始まったじゃないですか。やっぱりその時代ってすごく80年代的なある意味情報というものが遊戯的に扱われていく、イメージも遊戯的に扱われていく、なんかメディアでいろんな意味で自分が介入していくっていうアクションとすごい似た部分はあると思うんです。で一方で、まあ、最近やっぱりそのニューマテリアリズムって出てきていて、もう一度物に変えろっていうところがあって、じゃあ美術館みたいなところに来て実際にこう手でつかめるサブスタンシャルなもの、マテリアリスティックなものをもう一度身体との関係で本当に体験し直そうっていう流れは一つ出てきてると思いますね。確かに今回のオラファーの展覧会もワークショップを使ってるような、ワークショップ使ってパブリックに作ったようなものだったりとか、スタジオでコレクティブ的にみんなで作ったようなものっていうのも展示されてたりとか、あとこのウィズコロナ時代になってオーディオビジュアルで、まあ、要は3次元スキャンした美術館のウォークスルーやってみたりとか、物質の存在感を体感しにやっぱ予約しても来たいというような方がいたりするじゃないですか。でもその一方で逆に言うとウィズコロナになってからある種時間をこう区切って予約してこないといけないっていうので、なんかいわゆるブロックバスター展みたいなマスメディアにいろいろメディア露出して人がダーって来るような展覧会とはやっぱ形変わってきたと思うんですけど、そこのお客さんの変化みたいなのって感じられてますか？私はすごく思うのはブロックバスターだとある一定の有名性、それをまあ確認するために来るってことがすごく多いじゃないですか。だから自分で何かその展覧会を見て新しいこうノレッジがプロダクションされたとか新しい知見を得たというよりは、あ、確認したっていう、そこで帰っていくわけですよね。俺はこのアーティストが見たことがあるって。そうそう、だから非常にまあコンシューム的なものなんですけど、オラファーの場合はやっぱりすごくその見る鑑賞の体験の中にやっぱりイントロスペクティブ、あるいはその本当にそのリフレクティブな部分があるので、自分の中で新しい知とか感性が生産されていくプロセスをやっぱり味わって帰れる方が多いと思うんですね。だからそういう意味で何でもいいからその確認行為の展示じゃなくって、これは自分にとってどういう意味があるのかってことをお客様が割と判断してその勘でいらしてる。だから予約しなきゃいけないから、それもあってご自分の時間を何に使うのか、
でどういう情報と接すること、あるいはどういう体験と接することは大切だと思うのかということを割ときちんと考えて、あのいらしている方が多いかなと思います。確かに、なんかお子さんが虹、ね、の中に突っ込んだりとかしてます。だから滞在時間にそれは反映されていると思うんですよ。だから子どもたちが何回も虹のところに戻っていくんですけど、であのそのまま虹をあのスルーしていただいて構いませんよっていう、あのそういうアドバイスとかインストラクションが書いてあるんですけど、あそこを前から正面切って入っていくと虹が見えますよと一言も書いてないんですね。つまりそれを見つけないと、自分で見つけないといけない。だからそのためには時間が必要ですよね、うん、しかも裏からだと見えないですか。そう、裏から見えない。だからそれを学んでいくっていうことが体験でわかるじゃないですか。でもそれは一切解説には書いてないっていうことなんですね。なるほどな、まあ、お客さんの中でこのリミックスがより身体性を伴って起こってるっていうのはそうだと思うんですけど、お客さんが逆にリミックスし始めてるなっていうところもあって、うん、